週末何する？馬でしょ。凱旋門賞スペシャル海外競馬丸分かり講座。今週末はプリドラルクドゥトリオンフ凱旋門賞がいよいよ行われます。注目の出走馬はこちら。日本からは武豊鞍上のクリンチャーが参戦。悲願の凱旋門賞制覇なるか。さあ、ということで最終日、ここまでいろんなこと勉強しましたが、何か覚えてること。あ、クリスチャン違う、クリスチャン、クリンちゃん、何でしたっけ、クリンちゃん、クリンちゃん、竹さんの子供じゃなくて馬。日本代表のクリンチャー前哨戦のレースがこちら。結果は6着、若干不安が残るが、この覆面男クリンチャーの勝利を宣言。クリンチャー、やっぱりどうしても勝ってほしい、うん、というわけで本日はこのような提案を持ってまいりました。お、クリンチャーが勝つ方法。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。凱旋門賞でクリンチャーが勝利するための方法の考察というテーマのプレゼンでございます。凱旋門賞、今年で開催97回目、サラブレッドの世界一決定戦とも言われております、うん、しかしですね、やっぱり欧州でヨーロッパで調教している馬しかやっぱり勝ったことがないと、うん、地元フランスの馬がやっぱり強いと、これは目に見えないやっぱプロの駆け引き、これあるんじゃないかと、うん、やっぱりどうしてもやっぱ日本のジョッキーなかなかやっぱ勝ちづらい、やっぱり、でここでですね、やっぱりこう日本の競馬が今とてもレベルアップしてるじゃないですか、ね、そうすると当然やっぱ地元勢からのマークもきつくなってくると思うんですよ、うんうん、となるとやっぱり逆に勝てないという現象が今起こっていると。そうでしょ、しかしですね、クリンチャー、いまだに日本で未勝利ですよね、 G1 でも未勝利でございます、はい、なので逆に地元勢からのマークが緩くなる可能性も大いにあり得ると。しかしながら騎手はですね、ご存知武豊さん、過去6回凱旋門賞に出場しております。最高位は3着、世界のレジェンド、ちょっとやっぱ有名すぎるんですよ。となると結局マークがきつくなるんじゃないかと、ということはですよ、やばい、逆に武豊さんがここで改名したらですね、これ無名だと周りに勘違いされる可能性があるんですよ。そうすると地元のマークが手薄になるんですね。はいはい、まあ名前を変えればね、意外と世の中俺シンプルにできてると思うんです。はい、例えば奥様の佐野涼子さん、佐野姓を名乗って佐野豊っていうのも非常に収まりがいい名前なんじゃないかと。収まりがいいですよ。というわけでクリンチャーが勝つ方法、ズバリ武豊さんの解明だねかと。競馬通の方々はちょっとご立腹です。ご立腹ですね、本当に。いや、すげえちゃんと聞いてたのに、解明あたりからもうびっくりしてた、オルフェーブルが負けた時と同じぐらい今がっくりしてた。いよいよ日曜日に迫った凱旋門賞、気になるみんなの予想は。まずはビギナーの3人、黒船最大アンジェラちゃん、エネイブルに勝ってほしいなって思ってます。やっぱクリンちゃんに勝ってもらいたい。シーオブクラス。1週間林先生の講座を受けた3人の予想はこちら。ビギナーズラックなるか。アイドル界の屋形船と言われております。屋形船、屋台船。私も黒船ぐらい言ってくんない。エネイブルかなって気はちょっとしてるんですよ、うん、どうかこう4歳の牝馬でもね、うん、頑張ってほしいって、ね、しかも連覇がかかってるんですよ、はい、ここは、まあ、エネイブルの強さは去年でも証明されてますけれども、はいはい、ただやっぱり去年より条件は悪くなってますよね。金量がこう増えると、うん、ということで、果たして去年と同じようなレースができるかどうかと、うん、あ、ちょっとね、果たして連覇なるか、昨年の覇者エネイブル。続いてお笑い界の泥船、萩山さんお願いします。すぐ沈むわお、この番組1週間出て変わりました、うん、何が変わったかな、やっぱ若い女にはかなわないんですよ。あ、ね、まあ、僕から言いますが、このガキなんか 3,4 ヶ月でポッと出てバーッと持っていくんですよ。そう、これが今の現状ですよ。となるとヒンバ3歳シーオブクラス、あら、この若い力にかけるしかないっていう。確かにやはりローテ的に去年のエネブルに近いし、なんといっても3歳牝馬有利なレースですからね、はい、これはもう本当に有力な一頭ですよね。なるほど、うん、若さで相手を圧倒、3歳牝馬シー・オブ・クラス。クリンチャーっていうのがあると思うんですよ、クリンチャーがあのいい競馬
してるのは人気がない時なの。人気がある時は全部裏切ってます日本の競馬で。人気がない時に1着になったり、3着になったりしてるので、今回人気がないから、だからより人気を落とすために前哨戦で本当に負けてる。まあ陣営が言うように、前哨戦の負けがもう想定内のものであれば、まあ本番では実はあそこから上がってくると、絶対何かあるはず。何かあるぞ。うわ。4戦勝ジョッキー武豊が騎乗、日本馬クリンチャー。さあ、それでは最後は林先生の大予想です。バルトガイストで。おお。林先生の結論はバルトガイスト。フォア賞のレースを改めて見ると強いなと。筋量的には不利なんですけれども、あの直線であそこから伸びてくる練習がもうしっかりできてるわけですから、あれは十分本番でもいけるんじゃないかと。まあローデ的にもフォアを勝ってというのがね、一つのパターンですからね。ここはもう素直にいこうと思っております。なるほどね。凱旋門賞林先生の結論はバルトガイスト。2年連続的中なるか。今年の凱旋門賞はインターネット投票や東京競馬場では馬かでも購入できます。10月7日凱旋門賞を一緒に楽しみましょう。林先生注目のバルトガイストをはじめ、日本馬クリンチャーも参戦します。今年こそ日本馬初の凱旋門賞制覇なるか。週末何する。馬でしょ。クリンチャーに一票。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。クリンチャーっていうのがあると思う。バルトガイストで。